皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月3日、朝の9時36分、本日休日日ということにしています。で、今日の朝の状況から、この変な会う方法ね、答え分かりました。エネルギーの残存量問題が解決できないから、人減らしが目的であったんですよ。もうこれはっきり分かりました。絶対そうです。で、今日の朝の状況っていうのは、基本的に休みの日入れてなかったら、その先まで考えるとどうなるかわからないでしょ？撮影行ったりするのも本当は仕事のはずだから。ね？スポーツの勝ち負けから何から何まで。で、今日は金曜日か。金曜日だから競馬はないか。物事を整理整頓すると、今日も朝からゲームしてるんです。意図的に。そこ意図的なんです。で、岡田監督の声で、本当は今日だからっていう声も聞こえてきたりしてたんです。で、考えますよね。それ聞かされたら。日本シリーズの、ね、阪神タイガースが日本一になるところ、現場で見れるかどうかの話もある。ね。で、それで今日って言ってきてるのかもしれない。だけど、この方が絶対違う。で、本当は家だからっていう声も岡田監督の声から聞こえてきてるんですけども、そもそも人間が言ってるとは思えない。こんなもん家の中見ながらじゃなかったら無理だもん。ね、そのゲームした瞬間も、ゲームする前からここの住宅の人間が階段歩き回ったりとかして、無理やり起こそうとしている。そこにどういう意図があるのかわかりませんよ。だからサッカー界ももう全種目、もう日本に引き上げて、夜中の時間軸の違うところの試合とか無理だから。本当に。ね、どれだけみんなに迷惑かけたかわかるでしょ？で、テレビ局も夜中の番組と明け方の番組いらない。みんなに迷惑かけるだけだから。無理やり起こされたりするから。もうこれ結果でわかってるの。で、こんなに無茶苦茶なルールがたくさん出来上がったのは、多分もう人減らしが狙い。で、今の国会議員の人たちとかのせいじゃない、きっとこれは。もう第二次世界大戦からの内容、みんな引きずっちゃってるの。石油の奪い合いとか資源の奪い合いが、もう第二次世界大戦が始まる前から、もっと前から、第一次世界大戦が、その前の頃からもう始めちゃってるの。世界中で。で、とりあえず、ここ近年は、ね、だいぶ前から、今フェイクニュースの戦争のニュースしてますけど、違うから。だいぶ前から戦争はしてない。だけども、第二次世界大戦は本当にあった。で、その後、ベトナム戦争などもあった。で、正直、まあ、中東戦争は、本当は、1970年の前ぐらいの話なんでしょうけども、けど、本当のところは、本当にそうなのかわからないもん。その当時生きていた人じゃなかったら。もう最終的に結論そうなる。いつから戦争のフェイクニュースを流し始めたのか、わからない。嘘ついたらダメだっていうことを、ね。みんな自覚しなきゃならなかった。けど今のテレビの放送を見る限り、自覚できてないんだからみんなが。大人のすることじゃないよ、はっきり言って。ね。だから僕はホームページしっかりと書いてあります。今日決断できない人間は明日も決断できないって。今日できない人間はもう明確に今日何をしなきゃならないか、ね。言って、それがしっかりと受け入れられない人は無理なの。明日も明後日も。だらだらだら車売ってる。政府もだらだらだらしてる。もう車売るん、販売禁止ねって。いいからそれでって。エネルギーの残存量までみんなに言うからって。で、中古車なんか早く売ったもん勝ちだよって。溢れ返るからって。買い取り価格なんかなくなるよって。最悪自分でお金出して引き取ってくださいねの話になるよって。それ言ったらいい。で、車買う人は、どうしても仕事で必要な人。で、それを証明できる人。証明できない人は売らない。もうこれ。で、あとは中古車並べといたらいい。各自動車メーカーが。あるから、純利益。毎年、超単位で、超超えて、数年間、トヨタさん、純利益出してんの。それで、お給料払ってあげたらいいの。で、お客さん来なくなるから、あんまり。すぐに。その話が出回れば。ね。
だこれは総理とか内閣とか国会議員や各都道府県知事、市長、各議員、議員という立場でこれ知らなかったら話にならないから。本当に。もう今すぐやめなさいの話。で、もう髪の毛染めてる人間も議員絶対ダメ。公務員も。本当に。もうこれぐらい厳しくした方がいい。もう仕事の取り合いだからものすごい。そこで、だから自動車メーカーとか生産工場止めたいの。意図的に。そうしなかったらエネルギー使われるから。ね。ゴールデンウィークに、愛知県の、どこの市だったか忘れましたけども、ゴールデンウィークだから工場がほぼ全て止まりましたと。そしたら自然回再生可能エネルギーで、その日の電力 86% 賄えてるんですよ。わかりますよ。母工業高校行ってたから、旋盤加工とかでどれぐらい、これものすごい電気使ってるなっていうのはわかるから、1台で。ね。生徒が30人いるだけで30台の旋盤機回るでしょ。ね。アーク溶接だって、とんでもない電力使いますよね。わかる人はわかりますよね。工業高校とか行ったことある人。ね。他にも鋳造とかもそうですよね。鋳物。金属溶かして流し込んで、型にね、流し込んで作る。必要か必要じゃないかで言うと、コンピューターの世界だったら必要って言うと思いますよ。それは、原油が1リットルでも残っていたら、あるって言うんですよ。コンピューターは。ね。人間がしっかりしなかったら無理なんですよ、我々人間が。これ警察官に向けてもメッセージ言ってます。だから昔警察官の人たちは、この辺ちょろ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 歩きに来てた僕と淡井圭介と結婚話した人間うんぬんとかも捕まえ始めたんですよ。で、どうなったかってテレビ出演になったんです。思い出しました。だから電話の窓口でいろんな人間があれこれ言ってくる。で、かけ直したら有馬警察署につながる。もう何が起きてるのか僕もわからないですよ。働きながらだから。ね。フルツラーパークでも結構長い時間働いてたんですけども、最初の頃あんまり働いてないけども、ってそれ定時制の高校行ってるからなんですよ。で、阪神淡路大震災の被災者。ない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 余裕なんか。もう自然と遊んではならないルールになっちゃうでしょ。なんかスポーツ買ったりしてたでしょ。で、そこに、明確に良い未来があったかっていうと、なかった。オリンピックはもういらない。本当に。意味がないから。それで力仕事に行って、河川の土砂のかき出しとか、ガソリン使わないでスコップで頑張ってくれていた人たちの話とか、テレビで全然放送しないもの。で、自分で河川撮影したかわかる。土溜まりっぱなし。で、正直、まあ、河川といっても、正直横幅5メートルあるかないかのところですよ。もう普段から流れてる水の量が、ちょろちょろーっと流れてるところ。で、もうね、今まで流れてきた、周りが畑のところとかで、雨降ったらどうしても、畑から水が抜けて、ついでに土も一緒に流れてくるんです。で、ある程度、土が堆積してる。まあ、高さ、これぐらい。で、約幅5メートルの河川で、水が通れるスペースがこれぐらい。で、後の幅、高さこれぐらいで、土砂堆積。誰も河川の土砂のかき出し、ずっとしなかったんですよ、きっと。で、草が思いっきり生えてる。正直それ見て、はっきり言ってここで水田したらいいじゃないって思いました。で、草が生えてるんだから、生きてるんだから。畑から出てくる水なんだから。綺麗な水じゃない。小麦畑。いっぱいそういう地点ある。ね、工夫なんですよ。知恵なんですよ、きっと。577万トンも、去年かな、その前の年かな、もうここ近年、小麦輸入してたんですよ。ちょっと前が470万トンだったのが、577万トンに変わってるんですよ。みんなお金ないから安い小麦の方に、ね、買い付けに走る。自分の食料として。それがラーメンとかだったり、うどんだったり。それが悪いって言ってるんじゃないんですよ。余計な工業関係の仕事を減らして、農業の方に回ってもらったらいいんですよ。あと政府が補助金つけて。だってもともとついてるんですもん、補助金。一般的な仕事でも。雇用助成金。半年ぐらい働いたら、100万か150万政府が出しますって。ね、これが会社のからくりだったんだから。で、コロ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 人を入れ替える、人材派遣会社の会社を増やす、人たく、これも、どういうような計算してるのかわからないですけども、たくさん人を入れ替える、コロコロコロ入れ替えられるでしょ、コロ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 ずっと国からのお金回ってくるでしょ、
横領罪じゃない、そんなもの。だから、雇用助成金なんかやめなさいって言ってるんですよ。で、それで、ね、仕事ない、どうしよう、あ、農家行こう。これですよ、答え。で、重機なんか使っちゃダメよって。トラクターとか。違う違うって。これこれ。区は、普通に考えたらわかる。正直10メートルかける10メートルの畑耕すのって、1日で終わりません？間で、5分ごとに休憩入れたとしても。5分ごとに5分の休憩。5分こういう風にしてたら、何メートルかいけるでしょ。ね？大規模農業を見てみんな勘違いしたんですよ。あ、ガソリン使って農業してもいいんだって。脱穀機とかも普通に人力のものでちゃんとできるものありました、昔。発明したんですよ。トラクターよりもそちらの方が賢かったんですよ。トラクターだったら便利ですよ。稲刈りした後、ちゃんとね、お米だったら、お米の米粒のところだけをね、集めて袋に入れてると。便利ですよ。仕事すぐ終わりますよ。だけどもね、そういう機械が人力で動くものがあったんだから、稲刈りなんか少しずつでもいいから買っていったらいいじゃない。いきなり大量にみんながみんな出荷したら、米屋さんパンクするでしょ？で、順番に稲買っていって、ね、お米の米粒集めたらよかったんですよ。そういう機械が人力の機械であったから、あとは自分の家の近くとか、その畑の近くとかに運んで、それすりゃよかっただけなんですよ。近いんだから。それぐらいの運動しなかったら、みんなもう体ガリガリになってるじゃない。どちらにしてもある程度ちゃんと自分の意識で体力つけておかなきゃならないなって考えてる人間は筋トレとかある程度するでしょ？そしたらそれ仕事でしたらいいんですよ、お金稼ぎながら。いろんな全ての職業に雇用助成金なんかつけ始めたか話がややこしくなるんですよ。農業一本化。これで日本中の自動車産業、工場止まりますよ。いいんです、それで。もう今まで作ってきてしまったものがあるから。で、中古車を次いろんな人たちに売ってもらったらいいんです。で、ご老体の人で、正直この人今運転してるけども、危ないなって思われる。もう年齢的に、もう何回も言います。テレビの交通事故見たらわかる。70歳以上の人とかが、アクセルとブレーキ踏み間違えて、あっちこっちで突っ込んでるじゃない。何回もそういう事件発生してる。もうヨボヨボなってるんだから無理なんですってきっと。もう65歳でいいじゃないですか。免許証強制返納と車強制売却で。で、僕の件でこれ総理とかに本当に動いてほしいんですけども、内閣の人たちにね、他の国会議員の人たちもそうなんですけども、運転免許証取り上げられそうになってるから、その精神病院運動の件、もう隠蔽工作でね、警察官とか動いたから。スポーツ界と建築業界との医療業界との癒着はバレたから。診断書の件。で、診断書の件で、抵抗を今してるのは富永神経外科。北新ビルの。神戸市北区藤原台北新ビルの、富永神経外科。神経科。神経、外科じゃない、神経科。外科で変なの見たから、大寺整形外科。ピアス、通報、ピアス、受付。普段出てた。昔もそう。26年ぐらい前。その時も通報しました。医者を取り締まってたらよかったんです。警察官、医者と建設業が。昔からもともとそうだったんですから。で、そこに自分たちが、仕事なくなったからといって、絶対参加しないって。もう絶対そう。多分運輸業もそう。秀和株式会社の件を考えたら。長時間労働させてしまうでしょ？ね？いきなり公務員、警察官になった人が、民間企業の厳しさを目の当たりにしたときに、純利益ない。ね？営業利益、経常利益、純利益の番ですよ。設備投資してしまってる。
けど従業員の人たちにはある程度お金絶対払わなきゃならない。ね、もう面接来た時にボーナスあるかどうかの話とかもちゃんとしてあげなきゃならないじゃない。用紙に書いて渡してあげて。ね、歩合とかできたかとか導入したんでしょ。絶対それピンハネですもん。協託金まで取り始めてたんですか。その時の店長は警察官ですよ。むちゃくちゃじゃない。それバレただけでも大変なことなんでしょ、世の中に対して。で、いろんな会社でどうせ警察が入ってしまってるんでしょ。だから逆なんですって。だから一般業をいろいろ経験して、自分で弁護士さんなしで裁判勝ったぐらいの人が警察官だったらよかったんですよ。僕は勝ちました。一件は確実にね。他にもそういう費用の基準申請通して、で、もう受付で裁判始まって、もう勝訴の見込みのある時だけだから、他に2件ありましたから。弁護士さんありでは、もともと、一番最初は弁護士さんありで、裁判勝ってる。それは貸金、簡単な内容の方。もう自分でもいっぱい訴えてるから、もう裁判番号増えてきたら、もう僕も間違える時ありますから、裁判番号、本当に。何が何かもう、これがこの番号私があの件だったはずとか、いろいろあるから。裁判所内でたらい回しにされるから、本当に。ちゃんと案内。案内してもらわなかったら、執行官室とか、その辺のところ、わからないから。執行官室と、だから、神戸地裁で言うと、建物別のところに執行官関係のところの建物が確かあったんですよ。あるんです、絶対に。絶対あります。見てますか、何回も確認して。で、その神戸地裁の、その、大きな建物の方の中に執行官係の部屋とかあるから、部署を極端に執行官は執行官だけの部屋作っときゃよかったんですよ。一つだけに。何言われてるか分からないんですよ、聞いてる方は。どこそこに行ってくださいって言われて。で、そこの方行ったら、競売ですよとか、そういう話をされるんですよ。その別館みたいなとこ行ったら。話繋がらない、全然、こちらとしては。裁判官が手抜きし、裁判所の人たちが手抜きしすぎなんですよ。書類受け取った後はもう全部手続きこちらにしておきますよ。これでよかったんですよ。でその辺のところを法務大臣のもとですぐにすりゃいいんですよ。もうこれ聞いたら分かるんだから。国がお金払いたくなくなってしまったんでしょ。公務員の人たちが人材派遣会社の人たちとかに切り替わったから。なぜかっていうと、そこの各都道府県とかにね、税収とか少なかったから。だから公務員化できない人材派遣会社に変えてしまい、で、働いている公務員は自分のお金が欲しい。だから、裁判官とかも、裁判所の人たちも、コロコロ人が入れ替わってるの知ってるから、働きに来てる人は。で、こんなことを一民間人の人が大っぴらに言えますか？怖くて言えないでしょ？電波の世界云々とかもあって。だから今日朝から岡田監督の声が阪神タイガース。話してる。で、もう朝から混乱させるような仕組み。だからインターネットゲームをして一体何が悪いのって。それこそインターネットゲームをしてるんだから家に会いに来やすいでしょって。その前に法廷でちゃんとね、あの人に電話してしなさいよの話になってるんだから。それ本当はテレビ局を通してスポーツ界とかも何回か聞いてるんだから。だから本当にそう思ってるんだったら僕に電話かけてくれたらいいし、そこは、そちらの判断でもいいし、僕の判断、まあ僕はもう、どちらでもいいと思ってます。明日の試合に勝つことに専念することにしてますから。だから今日、休みの日にしてる、ちゃんと。何があるかわからないから。ね。これもっと辿っていったら、じゃあ、この辺歩いてた人間に淡井圭介が声をかけても返事をしなかったのはなぜかって言ったら、何を教えられてるからですよ。何を教えられたかですよ。テレビ局の人たちに。テレビ局の人たちも自分たちのお金、欲しさに自分たちの地位固めをしてる。癒着してるのがテレビ局なんだから。ね。大企業とかの、ね。課長、部長、もしくは役員の娘、息子、テレビに出てきました。もともとテレビに出てた人たちの娘とかが、結局生き残ってる。生き残ってるっていうのはテレビに出てるっていうこと。癒着じゃない、完全に。私物化じゃない、完全に。ね。阪神・淡路大震災の被災者を助ける。で、そこに対して、実力とか、社会に対して良い内容のものをテレビで提供しなきゃならない。だからいろんな番組を僕は提案した。社会に対して良い内容のものをね。
番組選ぶのは僕のホームページに書いてます。淡井圭介の提供で、提案で出来上がった番組、提案で出来上がった番組っていうところで。実際、高視聴率のものがいっぱいあった。ということは、社会は認めてるっていうことなんですよ。ね、これだけ物事が固まっていたら、彼にね、平気でお金払えるでしょ？だけども、その平気さがなかった。ただただ自分たちの貯蓄に回った。もう話むちゃくちゃ。どこに善人がいるんですって。ね、だからテレビ局で教えられてきたことはみんな間違ってたっていうことを認識してください。だってテレビ局が悪いことをずっと放送してたんだから。1956年に売春防止法が出来上がって、その後、ずーっとエロ混じりのテレビの放送ずっとしてきたんじゃない。深夜番組だからとか言い訳つけて、入れず見れる人間までテレビに出してたんだよ。パッパラパーじゃない。それ叱られなくて、別に今怒ってないですけども、それ叱られなくて、これ叱る人間誰もいなくなったらどうするんです？で、電波の話があるから、みんな怖くて言えないっていう人いっぱいいるでしょ？だから僕は代わりに言ったらいいんですよ。大臣クラス。それ本当。総理とかは言ってる。国会でそれで嘘を言ってしまったら大変なことになる。大声で叫んでるから。僕まで何にも言わなくなってしまって何もかもが止まった。絶対人類終わるから。エネルギーの残存量問題。ガスの採掘が残り49年もしかないんだから。ガソリンが、ね、この世界国勢税っていうこの国連発表のデータ、この本なかったら無理だから、テレビのニュース見たら余計こんがらがるから。2014年から15年のこのデータの中で、2011年度の、ぐらいでいい。もう、ある程度いい、石油の採掘可能な埋蔵量が59年分だったんです。で、これ2023年から2024年の、世界国勢税で、2022年のデータベースで、残りの、石油の採掘可能埋蔵量は54年分になってるんです。これは何で引き伸ばしてきたかって言ったら、これ先々掘っていく分も考えて採掘可能埋蔵量のデータ出してるんですよ。これ何回も言ってる。36番見なさいって書いてるホームページに。いろんな人間に言った。我が天下とか我が天下戦国風のプレイヤーとか、テレビ局の人間にも言ってる。だけども閲覧者少ない。覚える気がないから。仕事続きないから。だったらもう賞与あげない。これでいい。で、自然再生カロリーを2011年ぐらいから2022年にかけて、先進諸国で 10% ぐらい引き伸ばしてきたんです。上積みしてきたんです。電力の割合を。10%。もともと 1% とか 2% とかそういうもの。もうドイツだけものすごい頑張ってる。2022年のデータで全電力の自然再生可能エネルギーの占める割合 40% 超え。で、ブラジルとかカナダは水力で、それは自然再生可能エネルギーとは別計算。別に自然再生可能エネルギー頑張ってるから、カナダも、ブラジルも。で、カナダとブラジルは、水力発電で 60% の電力賄ってる。ね。アメリカ国土面積広い、ロシア国土面積広い、だけでも知らなかった。これが実態。だって、雨は国土面積が広かったら広い分、雨はたくさん降るはずだから、それで発電できるはずですもん。ね。スポーツ業界が世界中飛び回って、ね。余計なお金の無駄遣いとみんなに負担かけていた自分たちのお金稼ぎで、メダル？メダル？メダル？金メダル？銀メダル？銅メダル？逆！ごめんなさいの方。で、これもうみんなで正直に、もう本当に正直、本当にこういうことになってたって、我々も知りませんでしたね。謝った方がいい。で、その分我々、体鍛えてきた分、体力あります。ね。河川の土砂のかき出しとかスコップで頑張ります。仕事ください。これでいいじゃないですか。人力で一日何トンも運べるんだから。一人当たり。朝から夕方までの勤務で。ね。我々、秀和株式会社の2000年ぐらいの頃の1日1万リットルとか販売してたあの量。あの努力とかあの労働力何だったんですっていうことになる。
階段とか持って上がって運んでるんだから、玄関先が階段のところとか、さらにその先で倉庫まで運んでねって言ってくる人は言ってくるから、やっぱりいいですよ、もちろん運びますって、お客様の取り合いだから、売り上げ上げなきゃなんないから。もうなんか外からあの嫌な音が聞こえる、あの草刈り機ガソリン使って、であれ自分で持ってみたら分かると思うんですけど、重い、はっきり言って本当に何キロもあるから、5キロぐらいあるんじゃないですか。でずっと持ちながらこうしてるでしょ、しんどい。逆にちゃちゃ、多分ハサミとかノコギリ、多分その方が、多分人数集まってるんだから、みんなでそれした方が多分楽で、ガソリンとか消費しない、あんなもの購入しなくてよかった、お金の無駄遣いだった。であれを作るのに、芝刈り機作るのにね、電気大量に使ってるんだから。あと運搬、あ、もともと家にあるハサミとかでよかった、家の中で探しまったら、みんな正直家の中にハサミ 何個もあるでしょ、本当に結構あるでしょ。いや、だから親がお亡くなりになったりとかあるでしょ、僕も親亡くなりましたが、母親だから、家出て行ったら出て行ったで、ハサミ家に置いて行ったりする人もいるでしょう。でそんなに草刈る仕事があるかって言ったらないから、で農家さんもその辺のところガソリン使わないで頑張ってもらわないと、それでこそ体鍛えれるから苗できるんじゃないですか。ほんとほんと、もう体力なくなってきたら歩けなくなってくるから、それ運動をサボってたら歩けなくなっていくんですよ。筋力なくなっていくから。もう若いうちも同じですよ。それは僕は交通事故を、経験した時に右足の開放骨折。もう足ガリガリになりましたから、本当に。見るん怖いっていうぐらい足細くなってましたから。もうこれは本当。歩けなくなる。筋力なくなって、本当に。一応僕は松葉勢ついてたから、反対のね、左足が、右足が開放骨折してたんですけど、左足が倍ぐらい太くなってましたから。本当に、倍。本当。右足がこれ極端に細くなってるからと、左足が松葉杖つきながら左足でずっと動いてるから。まあ、あんまりこの話したら、なんかワンピースの話とかで、ね、片足のなくなってる兵士さんの話とか、いろいろあるでしょ。あと、ユニコーンガンダムの、バンシーっていう黒いユニコーンガンダムみたいなね、あれも、右足じゃなくて左足の方ですけども、ちょっとこれ本当に右足にしたらまずいんちゃうかとかいう会議の、話聞いてますから、その二十歳ぐらいの頃のね、ウルツラパークの頃からあったから、本当に。で、その、スポーツ選手へのメッセージで、武豊さんの怪我についてのところは、これは全てのスポーツ業界が見ておいた方がいい。もう内容は自分で確認してください。もう同じこと何回も言うのもあれですから、あまり意味がね、ないでしょう。で、まあそういうところ含めて、国会議員の人たちとかも、早く僕と本当に話した方がいいのと、もう今日の件は分からない、本当に。その岡田監督の声が聞こえてきた声で、向こうは何を聞かされてるか分からないから、本当に。でこれ僕、それだけじゃないから、テレビでね、関西の方で放送されてる関西テレビ、富士系列なんですけども、富士テレビ系列、富士テレビジョン、正式名称富士テレビ株式会社、もういい、もう株式、もうこの世の中株式会社しかないんです。有限の中に株があるんです。会社法を見てもらったら分かります。で、土曜日に宇賀なつみが出てくる番組、まだ放送してたら放送してるんでしょうけども、あの内容も多分昔放送した内容で、あの番組も本当も、あの内容スカスカだからいらない、本当は。だって、余計なものをずっと生産して売ろうとしてるから、意味ない番組。みんな余計なものを買い物を買わされる番組。本当に。もともとこんなもん買わなくても、生活していて、補充してたのはどうかで考えたらいいから。で、ほとんど買うもんない。
で、それもいつ撮影したのかわからない。だって僕が二十歳ぐらいの頃にも同じような番組があって、で、同じように撮影に行っていて僕に叱られてるから。夜放送してたかもしれない。気のせいかなと思って一応音を集音しておきますね。あ、やっぱり電波。芝刈り機の音。ここが聞かされてる。もう僕の家の中の状況はずーっとこういうようなことさせ、されてるんです。で、はっきり言って、いち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 確認しなきゃなんない方法を使われるでしょ？集団虐待。それを20何年間に、26年以上にわたって行っていた。だから警察官の人たちは普通に真面目に話聞いてもらって、その精神病院行き、他の人たちも含めて本当に東大目指して、親がね両方とも教師で、でその子は東大行きたいって、その、キャリア欲しいっていうことで、で、いや本当に勉強できる子、兵庫高校行ってるいた子で、一浪したんですよ。で、親がもういいからもうその辺の大学行きなさいと。な、その、まあ、両方親教師なんですけども、そこから先が教師なのに分かってないんですよ。自分の子供も精神病院入れてるんですよ。精神病院の方は来たら金稼ぎができる。表先では表情とか、そういったところをバレないようにしようとしますよ。バレる人間はバレてるんですけども、ニヤーっとするから。ほんとほんと。で、精神病院入れられてるんですよ、その子。で、僕はその子と話して、一応、本当の実態、社会を言いました。いや、東京に、東京大学があるだけで、東京大学は一番偉いんじゃないよって。違うからっていうことは説明しておきました。あと他にも、親に捨てられて、里親に育てられている子供で精神病院に入れられていて、その子は、うどんばっかり食べさせられて、で、自分で料理作りたいって言っても、家の台所を使用したら、その里親に怒られるって。その子供も精神病院に入れられてるんですよ。逆じゃないって。けど、その親も精神病院に入れたらダメ。どうせ医者との警察官の癒着で金儲け。いや、警察官が精神病院の医者になってるんだから。公務員とか。ね。これは本当の話なんだから。分かってるでしょ？有馬警察署の人たち。皆さんいいよ、この内容。で、連れて行っちゃダメなの。罰金刑。で、ちゃんと調べて、里親が悪いっていうことで。で、警察官が精神病院で入院させようとしてる患者をいちいちチェックしたらいいんです。あんまり仕事ないんだから。ダメよって。君たち医者が稼ごうとしたらダメよって。君たち落ちぶれでそこに来たんだから、君たちが低賃金で働かなきゃならないんだよって。そんなにたくさん入院なんか認めないよって。医薬品業界が精子の生産できなくなる薬とか飲まして、さらに身体障害者の人は生まれる率を上げた。これが実態でしょ？統計出てないか、私はこういう言い方しかできませんけど。だから精神病院の近くに身体障害者の人たちの施設がある。どれだけえげつないことしてるんです。こんなこと何回もしたら累犯過重で終身刑じゃない、医者の方が。だからなぜ警察官が精神病院に医者させられるかって言ったら、終身刑になりなさいっていうことなんですよ。警察官の判断が間違えていたから。一般人の方たちも税金からもらってみんな給料を得てたから、そこ分別つかなきゃならない。誰が被害者なのかっていうことちゃんと話聞いて、でも真面目に受け止めなきゃならない。絶対これ第二次世界大戦の名残で人減らし。だってあの頃って、その前後の頃からブラジルは天国だとか、朝鮮半島は天国だとかとか言って船に乗せてそのまま送り出してたんですよ。テレビか何かで嘘を言ってたのか何なのか分からないんですよ。もうその人たち帰ってこれないんですから、母国である日本に。お金がないから。どれだけドイツいことを政府はしてきたかって言ったらもう分かるでしょ。政府に回ってしまったらっていう話を。まだこんな状況は続いてるんだから政府側は悪党側でこれいいんですって。で、政府側の人たちがずっと反省しなきゃならないっていう、こういうことでいいんです。それじゃないと世の中うまく回らないから。
で、こういうふうに、豊富な知識を持っていて、どこに欠点があるのかっていうところをしっかりと言ってくる人間の意見を最優先で受け止めたらいいから、だから総理は大臣クラスでいいって国会で大声で叫んでるんです。もう淡井圭介に言ってるなんていうこと分かってるんですか、テレビ出てる人たちとか。そこでの嘘は絶対ダメなんだから。裁判所で嘘言ったら10万円の過料か即逮捕ですよ。嘘の陳述したら、まあ証言でも何でもいいですよ。だその辺のところはだからあんまりはっきりしないところとかあったとしても多分こうだと思いますとか、その辺のところは裁判官が加減して受け入れてくれて、ああもうそれぐらいだったら別に10万円の過料とかそういうのなしでいいからっていうことで、もう知ってること言ってくれたらいいからとか、それで話を証言集めていって精査するから。だって有馬警察署の人、僕は話し始めてもメモしないんだもの。覚えるわけないじゃない。覚える気ないんだから。仕事する気全くないじゃない。ホテルマンの時とかでもそうでしたけども、仕事場にメモ持ってこなかっただけで叱られてましたよ。お前仕事覚える気あんのって。仕事覚える気あるんだったら絶対メモ帳持ってこいの話。なんでメモ帳持ってこなかったのって。今日教えてもらったこと全部無駄になっちゃうよって。君のは無駄になるかどうかのことを話してるんじゃないのって。ここの会社にとって無駄かどうかの話をしてるのって。教えた人も時間の無駄になるって。一時人がコロ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 変わっていったら、現場の責任者だって持たない。仕事全然覚えてくれないんだから、ずっと。何回言ってもあいつ何回も同じ失敗しようって。ね。高い賃金もらえる理由と根拠どこにあるんですって、警察官の人に言って。こういう厳しい話、どうしても僕の方も言いたくなるんですよ。そうじゃなかったら世の中変わらないから。全然。で、僕は小学生ぐらいの頃に、山口組の取り締まりを行ってるんですよ。田岡五殿。田岡製薬所。三井系。三井製薬。田岡製薬所は三井製薬所で、三井製薬所は田岡製薬所だったんです。精子を生産されなくなる薬。当時の熱い警察官の人たちが、燃えてる警察官の人たちが、政府は悪いことしてるって、それで警察官になったって、俺たちが捕まえに行こうっていうことで乗り込んでくれてるんですよ。豪邸建てやがってる。こんな無茶苦茶なことして豪邸建てたやつ見逃すと思って。俺たちだって分かってるって、そんなの無理だって。それで乗り込んでくれてる。だけども精神病院ずっと稼働してる。はぁ、あ、警察官が乗り込んだ、あ、フリー仕事してるフリー絶対こうなる。わかりました？世界中の人たち。どうせどこの国も同じことしてるから。しかしは、中国とかはもうこれ分かってると思うんですけども、500何十メートルもの高さのビルを建設しようとしていて、それ工事、中止、もうそのまま、野ざらし。っていう放送をテレビの放送はしてる。もうけどこれはもう現場見に行かないと分からない。テレビ局が嘘使ってる以上、分からないもん。で、テレビ局の管轄は総務省の管轄で総務大臣の責任だから、ね、この間、テレビのニュースで流れてたのは、法務大臣の副大臣が、一人、クビになったと。解雇。ずっと責任問題。持たない。もう最初からこの方たちで、総務大臣になってテレビ局の責任追及されたりしたら、自分が総務大臣に急になったとして、選ばれたとして、対応できます？ね、法務大臣だって無理じゃない。裁判官が仕事真面目にしないんだから。法律名とか求めてきて、法律名書いてるから本当は、国家賠償法とか。ある程度第何条とか書いてるよ、一覧表で。さらに追加で書類出してるから本当は。自分たちの給料が減るから警察官の言うことも裁判官の言うことも、それ軸にして動いちゃダメなの。
もうそこまでの実態分かった人間の本当の答え、エネルギーの残存量問題を軸にして政府にどこに問題があるのかを民間人である人間が指摘できるから、その人の意見を尊重しているの、総理とか。あとは現場の警察官とかはこの内容をいつまでも見ないで逃げてるか逃げてないか。淡江圭介のこの動画を見てない人たちは、ボーナス上げなくていい。住居手当も扶養手当も外したらいい。もう給与の基本給ももうね、30万とか、一月の労働時間が180時間である人は下げたらいい。無理だから、仕事覚えない人。基本給を上げるだけの理由と根拠はない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 。無理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 。で、これで政府は日本中の警察官と裁判所を稼働させてください。本当に頑張る気がある人だけ頑張ってきた証として高給があるのであって、頑張ってきた証は見受けられないんだったら逆に返納してもらいますよって。髪の毛染めてる人間、海洋基本法違反の人間はなぜ裁判所で勤務してるの？なぜ警察官で勤務してるの？なぜ、区役所とか市役所で勤務してるのって。その人たちの給料減らしなさいよっていう話。絶対国庫に返納させてくださいよ。で、僕にも一部くださいよ。これ仕事と同じなんだから。警察官が取り締まるのと一般人が取り締まるのと変わらない。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定をしているかどうかで、その人たちが真面目に仕事をしようとしているかどうか分かります。裁判官とかで着信設定してない人間は真面目に淡井圭介の言うことを受け入れようとしなかったっていうこと、これも賃金下げれる理由になる。でも呪いが来てる。お門違い。謝らなきゃならないのは裁判官の方。第三者の善意とは追い詰めである。第何条かを言ってないだけ。あと法律名と第三者の善意を優先させるっていう内容がある。軸は裁判官、裁判員制度はだからある。これは答え。裁判員制度に関してもこれが法律名で良い。あなたたちだって略を喋るけど、喋るんだから裁判所の法廷で。で、裁判所の裁判官ははっきりと言ってる。ちょっとした言い間違いとかも、それは認めますって。で、怒ってもいいと認めますって。原告側が被害者なんだから、被害者がなぜ怒ったらダメなのって。正当防衛どこにあるのって。ね？そんなこと言ってたら仕事も回るわけないじゃない。働いてる人間とか叱らなきゃならないんだから。春山整骨院は昔もあって、一回ね、建物解体して、この辺の奴らがアリの第一タウンハウスとか入り込んできて、喧嘩売りに来てたんだから、それも何千人、老人含めて、喧嘩売ったつもりがないだけ、ヘラ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 笑いながら、物言ってきてるだけ、それ喧嘩売ってるの。挑発行為。ね、民事訴訟法でも刑事訴訟法でもあるの。挑発行為しちゃダメなの。ね。で、裁判妨害とか迷惑防止条例違反とか、ストーカー行為法違反、付きまとい行為、こういったところも全部当てはまってくるの、もう。そう、林間荒廃とかで本当にしてみ。どうなると思う？禁錮刑期よ。で、精神病院に閉じ込めて、医者が金稼ぎ、そう、違う違う。刑務所で強制労働させて、早く出れるかどうか。一応言い方は強制労働って言い方でいいんです。形がそうだから。だってそこで仕事頑張らないんだったら、君早く刑務所から出れないよっていうルールなんだから。そこで危険な仕事とかしてもらったらいいんですよ。あと本人が頑張るかどうか。で、裁判所を通さなかったら、警察官の力量だったら、すぐに何でもかんでも隠蔽で精神病院に連れて行こうとする連中はもう、もともと、だから1956年に売春防止法が出来上がってる時点で、テレビ局もエロシーンとかをずっと放送していた時点で、入れ墨入りの人間とか、その時点で、世の中めちゃくちゃな人間の方が多かったからスタートしてるんです。公務員の中の人間を含めて。なんかスポーツ業界行ったね、金稼ぎしちゃってる人間とかもいるでしょ？存在するっていうこと。要点の要。それでいるって読むから。
本当は世界大会の、だからオリンピックいらないね、世界大会があるんだから、もうそれでいいでしょっていう話してる、金属加工のエネルギーはもったいないから、もうメダルはもうなしよの話で進めたい、ね。あと賞金額でいいじゃない。お金渡しといたら。メダルなんか作ったらまた溶かさなきゃならないじゃない。これ二十歳ぐらいの頃に言ってる。で、正直世界大会とかも数少なくてもいい。で、その人たちが、ウェイトトレーニングとかのジムを使ったりするのも、それも間違えてる。日本中に借金こさえるために、ジムたくさん作っちゃってるから、そこのコーナーのところにもある、ジム。トレーニングジム。ベンチプレスとかはあるのかどうかわからない。走る、ランニングマシンとか、違う違う。その辺走ってお金払ってまで、なんでそんなところで走りに行くの？それ作るのにエネルギーたくさん消費されてるじゃない。運んできたり、運搬も含めて。エコールリラの中にもあるんですよ。で、チョコザップっていうわけでわかんないものを作って、ね、名前からして世の中舐め切ってるでしょ。あれ昔はありませんでした。で、それですぐに倒産させたんでしょ。で、もう一回作ったんじゃありませんでしたっけ。だからもう僕も、一回、倒産したところはまだ作り始めてるから、誰かがお金流し込んで。だもう作るなでいいんです。飲食店も何もかも含めて。あるから。どうせエコーリーダーの中が倒産するから。してるの、今まで。何十年間の間に何回もいろんなところが。スペース空くから。で、そもそもスーパーマーケットで毎日みんな買い物してる。それ以外のところでなんか物なんかなかなか買わない。ね。松本清なんかもともとなかったエコールリラで。で、アルカがそこに、田尾路駅の近くにある。で、岡原駅の近くに有馬街道沿いの延長沿いのところ、まあ、そこの、その辺の道。で、そこに薬局屋ある。なんで3軒もいるの？こんな、一駅の区間に。だから分からん話なんかいらんの。誰かお金流し込んでるでいいの。横領してるの。みんなの税金。それ横領罪なの。図工とか言ってる声まだ聞かされてる。違う違う。それ横領罪。雇用助成金の話した。もともと言って政府が間違えてるって。議員が間違えてるから、フルーツラーパーク299億何千万円かけて、あれ多分土地代含まれてないと思う。作ってる。もしかしたら土地代含まれてるかもしれない。もうあの表一回見たけども、とりあえず頭の中残ってるのは299億何千万円。これだけきっちり覚えといたらいいで。で、淡路花博で、明石海峡と鳴門海峡と淡路島の高速道路。それで、1兆1400億円使われてる。それプラス、淡路花博で300億円。たった半年間の花見るだけで、フルーツラーパークはもともとある。そんなところにそんなものを作ったら、その後どうなるか。作るのに大量のエネルギー消費して、お金までかかって、ほら見ろ、消費税上がったの話になる。昔僕は子供の頃は3%。で、僕が大阪ヒルトンホテルで働いていた頃が1999年ぐらいで、消費税その頃5%くらいじゃなかったでしたっけ？ね。その辺の橋とかの万博招待。で、もともと大阪とかで万博、愛知県も万博開いた昔、もっと前に。2000年よりもっと前に。僕が生まれてくる前とかもあるんじゃないですか。だからその後そこで花博とかに変わってる。花博から始まったかもしれない。大阪で2回開いているからです、確か。作っては壊して、作っては壊してて、エネルギーの無駄遣いずっとしてんの。バカだから。で、議員みたいヨボヨボのじいさん、いっぱい。数に物言わせて偉そうにしてるの。お前らが電波当てられとけよって。逆やろ、お前らが横領したんだろうって。お前らが土地しっかりしてないからこんなことになったんだろうって。責任問題だろ。お前たちが中卒基本給にならなきゃならないんだろうって。ね。僕の方が立場上だから言えんの。
ね、各都道、僕と同学なの、各都道府県知事が大きな会社の社長、あの、社長さんの集まりの会長さん。あとは各大臣、同学なの。エネルギーの残存量問題でもうしっかり物事進んでいて、で、世界中に河川水門開式玉発電とか、まあ、かまど発電は特許は難しいと思いますけども、あのももともとあるから。で、本当は。で、もう名称の違い、名称の違い、名称の違い、バイオマス電発電で、もうあのニュースも本当かなどうかなって思うんですよ。建屋を金属で作っちゃって、中にね、チップ入れてるところ、サイロっていう言い方するかもしれないけども、もう昔から爆発とかしてるから。入り口閉じただけで密閉されたら爆発するから。温度温度、中高温になって発火する。夏場にちょ、フライパン外出してみなさいな、日光よく当たるとき。雲がもうほぼ見当たらない、もうカンカン照りのとき。わからん、もうカンカン、もうカンカン照りの意味がわからん。それ、役人のカン。カンカン照り。もともとカンカン。もうごめんなさい。真面目に話しなきゃならないけど、もう無理、限界。笑っちゃうから、僕も。カンが干上がっておきなさいの話。カンカンで。ごめん、もう、ちょっと、もう、真面目なモードに戻ります。フライパン、温度に直射日光当てたら分かるから。日中、もう11時ぐらいからでいい。11時ぐらいから13時ぐらい。ほんとフライパン日光に当てっぱなしにしといて、その後、いや、もう、手かざすだけでいい。それだけ分かるから、ほんとは。もう今言いそうになってるから、触ってみたら分かるって、あ、ダメだ。絶対やけどするから。もう、あ、もう、アホな奴らが昔、どうせ漫画か、ドラマ、不良ドラマか、不良漫画か、何か、根性焼きってバカな。根性あったらタバコやめられる。タバコ自分の言い方に押した。笑われる。そんなアホなこと、漫画。そこ笑うところか、もう、相手せんかったら、こんなアホな漫画描くんやったら買わへんわって。ほんと、それで漫画業界。ほんとに仕事頑張ってるかどうかわかるから。仕事頑張ってる人たちだったら、この話通用するから。めちゃめちゃ仕事頑張ってる人たち。あいつらそんなくだらないもの書いて金稼ぎしてたのって、こんなに純利益あったのって、はぁってなるから。買わんからって、視聴率見ひんよって、上がったら上がってそいつらにも金儲けさす できてしまうんだよって思って、またあの悪さと嘘の総本山テレビ局、本社本当は全部東京大阪本社とか関西、富士県で、愛知県が富士通逃げ出して東京と本社を移転した。どうして集団始まったんじゃないんですか。その話も昔聞いたことある。もう途中で笑い話始まった。もうみんな今まで言われたこと忘れちゃうでしょ。だからもう、とにもかくにも、これもう一時停止をしながら、ちゃんとね、メモしてもらって、公務員がどう対応しなきゃならないのかとか、それしっかりと覚えてください、本当に。議員の人含めてね。バック。だから岸田さんは万博反対派。カジノ、論外。一法律で動くやつは一番危ない。オンラインカジノ捕まって。オリックス 40% 借り上げ。借りて。借り入れ。借り上げじゃね、借り入れ。笑い始めた僕も言葉間違え。また三井住友。僕に見つかって、三井と住友グループ、旧三大財閥を二つ合併させられたのに、エロ業界で組んでるところ見つかって。
今度こんな小児日本中どれだけいると思ってんの。オリックス、オリックス、テレビの野球の解説者オリックスしか言わない。バファローズ、近鉄も巻き込まれ、ちょうどいいって。近鉄は基本的に大阪、大阪本社、大阪ちょうどいい、大阪万博だから。ちゃんとそこオリックスバファローズって言うとかないと。旧山一証券、それがオリックス、外資が投入されたのか何なのか知りませんけども、円安で海外の人たちが勘違いして日本の株買った。はぁ、紙切れになりますよ。ね、僕とのね、僕とあの知り合いになった人たちしか総理になれないの分かったでしょ。こういう強烈なやつがいなかったら、むちゃくちゃ強烈な裁判仕掛ける人間いなかったら、世の中まともにならないんですよ。バカばっかり次から次へと現れるから。会社の上の方とかで。で、そいつらどんな奴らかって見たら、髪の毛染めてる老人。橋本せ、オリンピック。大会委員長かな。三井住友銀行の藤原大臣。次々現れる。テレビのニュースで、例えば千葉吉兆とかね、あの隣にいたあのささやきおかみっていう話になってますけども、隣で支えていたのは男性の白髪の老人。その人、三井、その当時は三井かな、まだ三井住友になる前、銀行銀行か証、多分銀行だと思いますよ。銀行も証券会社も本当は一緒だっていうこともうバレてるから、フィナンシャルグループでくくらそれファイナンシャル。名称もな、もう横持ちつけたらもうどうなるか分かってるこの国でって、そういう話になるから本当に。もう足組んでる。もうあんまりバカな人間ばかりでしょったら、もうこういうふうな物言い方に絶対なるから本当に。でその大臣との同格の話がなかったらなかなか言えないから、こちらもだ。警察官は各都道県の知事が各都道府県の警察本部長にね、だから兵庫県警のトップは兵庫県警察本部長がトップなの。そこに指令出せるの。なぜ捕まえな、おい、ケースが被害者の自分たちしてきてる。もともと晴れます英語つい昔なんかペケポンで、ちゃんとペケポンにしとくわ。キーで入り口誰でも入られる。打ちつけて。駐車場に車止めたら、もう強制的にもうナンバー、もう撮影して、もう政府の方がさっと動くやん。違法駐車。さすがにそこは気はない。撮影してたらさ、違法駐車認め、本当、本当にこれ最後、総理や内閣の人たち、本当に僕の運転免許証、取り上げようとしてる連中、もうそいつらを、先に懲らしめた方がいい。で、自分たちの方から、こちらが間違えていましたって謝罪に来ささい。で、明石署の人間が運転免許証同行の話をしてる。で、明石市あたり、もうあれもね、神戸市西区だったかどっちかに なるんですよ、境界線ぐらいのところだと。多分明石だったと思う、運転免許証のその、交付のところ。
で、そこの窓口が言い始めたんですけども、誰かと、とりあえず、まあ、有馬警察署か、兵庫県議か、どちらかが、まあ、書類回したんだと思う。そのくせ有馬警察署の人間は届けるの。今までの件、全部なかったことにしようとして。無理だから。世の中そこまで甘くないから。警察官がパトカー。だから、まあ、多分、淡井圭介に喧嘩売りに来た人間とかだと思うんですけども、もしくは暴走族、3年ぐらい前かな。もうちょっと、2年ぐらい前かな。まあ、そこまで。西島駅行きたい。夜の12時くらい、まあ、0時00ぐらいね、バトカーで、拡声器でね、世の中そんな甘ないわー、あれの、じゃあ、あれの言ってる通り、世の中そんな甘ないわって言って、僕のことあれあれ、侮辱行為、払わなあかん、警察官。まあけど、まあその辺、まあ僕に、また喧嘩に来た人間とかだったら、まあそこは僕の方はスルーでいいですよぐらいは僕も、そこは容赦しますし、ある法律の中の文章。